はい、こんにちは、タカです。おとといですかね、ドルがしっかり買われて、相場の方が動き出したんですけども、昨日は一転、ドルは売られてしまいました。こうなってくると2月に強かった通貨、ポンドや豪ドル、特に昨日はもうポンドでしたね。ポンドが強い動きになっています。ただこのドル売りに関してはある程度準備はできていたんではないかなと思います。そのあたりをチャートから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。日足を見ていけば上昇トレンドが見えてきます。押しが入っていますけども、これ押し安値割ってないんですよね。なのでこの波の反転が生まれてくるんであれば、この高値を抜けてくるような流れ、上昇トレンドの継続というのを見ていける環境というのはあると思います。ただし、もうこれは動画の方でずっと話をさせてもらってますけども、週足を見ていくと全く環境が変わってきます。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。日足で見ると上昇トレンドが見ていた相場でしたけども、こういった4時間足を見てみるとレンジ相場が見えてきます。昨日の時点ではこれレンジの高値圏だったんですよね。今回売りが入っていますけども、こういった週足のレンジを見ていくんであれば、売りが入っても何も不思議はないですよね。日足で見ていけば上昇トレンドが見えているんですけども、週足で見ていけばレンジ相場が見えている、どちらを見ていけばいいんだろうという話になってくるんですけども、僕はもうこういった状況になればね、まずは上位足を基本に考えていこうかと思いますんで、レンジ上限ということもありましたんでね、ドルロングを見ていくのはかなり慎重にならないといけない場所だったのかなというふうに思います。この週足は今日閉じるわけですけども、よほど大きな動きがない限りは、レンジ相場の継続を見ていくことになりそうですね。ならば今日、もしくはね、この状況が続くんであれば来週もそうなりますけども、レンジが見えているということで、このレンジの上限下限、この壁を意識してチャートの方は見ていくことになると思います。日足で見ていくとまだ押し安値割ってないですから、まだまだ上昇トレンドも見ていくことはできると思うんですけども、一旦はこの週足レンジ、これを意識していきたいなと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日に関してはもうポンドの一人勝ちですね。ものすごく強かったです。対ドル対円、どちらで見てももちろんですけどもね、直近高値を更新しています。一昨日ですか、一旦流れが止まっていますんで、この流れを見て、売りのバイアスをかけてしまった人はね、踏まされたという結果にもなったかもしれませんね。ただし、もともとこのポンドに関してはずっと強い流れ続いていますからね、なかなかそう簡単に反転を見ていくのはやっぱり難しいとは思います。そしてポンド以外の通貨に関してはさほど大きな差というのはないんですけども、その中で少し気になる動きをしているのがこの豪ドル。夜になってから大きな売りが出ているんですよね。今まではこのポンドと豪ドル、どちらも強い展開というのが多かったんですけどもね、昨日も途中まで同じように、強い場面もあったんですけども、大きな売りが入っているということで、チャートの方を見ていけばポンドは高値更新をしている中で、この豪ドルに関しては高値更新はありません。上値の重さというのが少し見えてきたかなといった感じはします。このあたりはね、個別のチャートでも見ていきたいと思います。あとは最後にこのドルと円ですけども、昨日は円が強かったんですよね。今日も円が強いんであれば、それまでは円が弱かったわけですから、波の反転も見ていけるかなとも思っていましたけども、昨日は円が弱かったです。こうなってくると、一昨日のこの円買いというのは一時的な動きだったのかなというふうにも思えてしまいます。とはいえね、このドル円で見た場合は、ドルも円も弱いということになりますんで、値動きの方は少し微妙な動きにはなっているかと思います。この後はこのドル円をしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足を見ていると僕はもうこのドル円に関してはね、底根圏、この辺りのレンジ相場から抜けてきたという判断をしています。今回はこのレンジから抜けてきているという形がありますから、しっかり高値更新というのを見ていきたいんですよね。先週こそ大きな陰線が入っていますけども、今週しっかり高値をつけてきていますから、レンジからのブレイク、強い流れを見ていくんであれば高値更新をしっかり見ていきたい。これは週足になりますので、これ閉じるのは今日閉じることになります。ならば、今日中にこれ大きな売りが入ってしまうと、高値更新というのが止まってしまうんですよね。週足が高値を更新して今週引けてくるのか、それとも超えられない形になってしまうのかで、来週以降全く見方というのが変わってくると思います。今週の週足というのはね、しっかり高値更新の流れがありましたので、まずはね、これしっかり高値を更新して引けてくる形、これを意識はしていきたいと思っています。なので、大きく上昇する必要はないんですけどもね、これ以上押されて今週引けてしまうと、先週今週と、この高値を抜けなかったという形になってしまいますんで、上昇の流れを見ていくためにもしっかりこの辺りで止めてほしいなと思うんですけども、どうなりますかね。ポイントは105円の40あたり、この辺りを下回ってしまうと、
レンジから抜けているにもかかわらず、これ以降の流れがすごく重たい形になってしまいますんで、今日の終値がどこになってくるのか、これは十分気をつけて見ていきたいとは思っています。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくと、もうこの上昇トレンドしか見えてこないですよね。多少今押しが入っていますけども、まずは押し目買い、この押し安値、割らなければどこかでロングという形が見えてきます。むしろね、これ以外の流れがどこかに見えてきますかというぐらい本当に綺麗で強い形が見えてきていると思うんですけども、はい、こちら週足を重ねています。さっきも言いましたけどもね、今週の週足というのはしっかり高値を超えてきているんですよね。このあたりで引けてくれば十分これはチャート見ていけると思うんですけども、一方でもう少し売りが入ってしまうとね、これ高値を抜くことができないというのが週足では見えてきます。ここをレンジと見るんであれば、レンジの上限は 105.40 付近、今からもう少し売りが入ってしまうと、このレンジの中に戻ってしまうという形にもなってしまいます。日足で見ていくと上昇トレンド綺麗に見えていましたけども、このように週足で見ていくと、もし売りが入ってしまえばですけどもね、すごく上値が重い形にもなってしまいます。週足でも今週はもうしっかり高値を抜けていました。日足で見ても上昇トレンドが綺麗に見えています。こういった形からも、今日もまずはね、あまり深い押しというのはないんではないかなと、週足はちゃんと抜けて引けてくるんではないかなといった目線で見ていこうかと思いますけども、さらに日足が続落するような形になってしまった場合はね、少し警戒心を持って見ていきたいですね。週足で見ていけばこのあたりの値動き騙しになってしまうかもしれません。来週に全くつながらない動きにもなってしまいますんで、日足は上昇トレンドね、見ていくんだら、この押し安値割らなければどこかでロング、こういった形は残りますけども、それでもロングを見ていくのは厳しい状況というのも週足では見えてきてしまいます。この週足は今日閉じます。どこで閉じるのかしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見てるとね、この売りというのもそんなに強い感じはしないんですけども、ただそれでも着実にこの安値を切り下げていますよね。そのためにサポートは見えているんですけども、このサポートはしっかり割り続けています。短期的な下落のトレンドというのが出ていることになりますからね、まずはこの下落の波を止めないといけないですね。特に昨日のこの夜の動き、高値を一度試した、抜きそうになっているんですよね。こういった高値を抜けていればこの下落の流れは止まっていたんですけども、大きな売りが入っています。反発する形の否定といった形になっていますので、このままでいくんであればこういったサポート、小さなサポートなんですけどもね、こういったのをまた割る動き、こういったのはありそうですよね。週足の高値更新というのを見ていくんであれば、そろそろしっかり流れを止めてもらいたいところなんですけども、4時間足短期の流れを見ているとそういった気配が今のところは見当たりません。こういった値動きが今は少し引っかかりますね。チャートを見ていけば波の起点はここにあります。強い上昇トレンドの後の調整局面、どこかで押し目買いが入ってもおかしくないような場面ではあると思うんですけども、なかなか買いが入ってこない。短期的なサポートが見えているということは、こういったサポートが見えるために押し目買いは入っていると思うんですよね。それでもなかなか反発していかない、こういった流れ、あくまで短期足の流れではありますけどもね、少し気になってしまいます。ちゃんと今日どこかで反発してくれればいいんですけどもね、こういった買いの流れが出てこなければ、来週以降はこの流れを見て上値の重さというのを見ていくことになるかもしれません。短期足を見るとね、まだ結果というのは出ていないんですけども、少し嫌な形が見えてきますよね。なので日足を見ていくとすごく強い流れがあるんですけども、こういった4時間足短期の流れで見たり、あとはまあ週足ですよね、週足の流れを見たりしていると、少し上値の重さというのが目立ちます。こういった答えもね、一旦は今日の値動きで結果というのは出てくるんではないかなと思っています。これ以上売られてしまえば、来週は少し上値の重さというのを意識したチャートになってくると思いますし、しっかり買いが入ってくるんであれば週足は高値更新、日足を見ても上昇トレンドということで、来週以降も強い流れを見ていくことになるかと思います。今日の値動き、今日の終値ですね、どうなっていくかに注目をしていきたいと思います。はい、こちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。ダウに関してはもうこれ高値圏でのレンジ相場、もうこれがはっきり見えてきているかと思います。レンジになっているから弱いかと言われると決してそんなことはないですよね。直近の高値はもうしっかり抜けてきています。抜けた後の調整局面ということになりますから、足場さえ崩れなければね、全然まだまだチャートは強いとは思います。昨日も少し安い場面もありましたけども、最後にしっかり買いが入っています。はい、こちら週足を重ねています。
昨日の値動きもね、まあ、不思議に思うかもしれませんけども、この週足を意識していると、まあ、買いが入っている理由というのも見えてこないですかね。週足を見ていくと高値更新が出ていますんで、そういった流れを意識しているのかもしれませんね。安いところではしっかり買いが入っているという事実があります。今のところはもうチャートはすごく強いですよね。どこで引けてくるかというのはまだわかりませんけども、高値圏でのレンジ相場、足場が崩れなければ来週にも十分つながる動きでもあると思います。今日もまずはこの下のサポート、ここがしっかり機能してくるかどうか、強い流れというのをね、しっかり見ていきたいと思います。はい、変わりました。こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均も上昇が一旦止まって調整局面に入っています。弱く感じるかもしれませんけどもね、僕はチャートはもうものすごく強いように見えますね。はい、こちら週足を重ねています。週足を見ていくともう完全に高値更新が続いています。多少押しが入ったところでね、もう今週はもうしっかり高値更新していますんで、この辺りで引けてくれば、これはもう来週にも十分つながる動きになってくるんではないかなと思います。ここは3万円、まあ、大きな切り板ということもありますから、この辺りを行ったり来たり、そういった動きはあるかもしれませんけども、この辺りで持ち合いを作っている分にはそんなにね、まあ、売りの強さというのを意識していく必要はないかなというふうに思いますね。むしろチャートの方は十分強いとは思います。ただそれ以上に大きな売りが入ってしまった場合、例えば今週の週足というのは29,600 円あたりからスタートしています。もしこの辺りを割り込んで引けてしまうと、これ週足の高値更新は失敗という形になってしまいますんでね、まあ、今から見ていけばまだかなり、距離の方もありますから、よほど大きな売りが入らなければ大丈夫なんですけども、すごく大きな売りが入った場合はこの週足の形、これは意識をしてチャートの方を見ていきたいですね。もし割り込んで引けてしまうんであればね、これ高値更新失敗、この辺りでロングをした人たちはどうなるのということになってしまいますんで、流れを見ていけばね、まあ、高値更新を見ていく必要はないんですけども、そろそろこの下落の流れは止めたいところではありますよね。流れとしてはやっぱりロングを見ていきたい環境が今はあるかと思います。ということはね、今日に関してもこのサポートを見つけて、ちゃんとサポートがあればそこからロングは見ていきたいなと思いますね。はい、こちらが金の CFD、 4時間足に週足を重ねています。今週のこの週足、直近の安値をついに割ってきましたね。まだこれ週足は確定していませんけども、このまま下の方に抜けて引けてしまうようであれば、これは少しね、注目する動きになってくるかもしれません。まあ、直近安値割れということになってきますし、直近の流れを見ていけばこういった売りのトレンドも見えてきます。この前にはね、まあ、すごく強い流れがありましたんで、押し目買いを見ている人もたくさんいると思うんですけども、実は僕もそういった押し目買いを見ていた一人だったんですけども、こういった安値更新の形になってくるんであれば、押し目買いをしていたブル派の投げというのがこの後出てくるかもしれません。この値動きはちょっと警戒したいですね。僕はやっぱりこの上昇がありましたんでね、今直近で売りを見ていきたいというふうに思わないんですけども、ただし、まあ、これ割って引けてしまうとちょっと買えないですよね。まあ、すぐに買いが入ってくるような形になってくるんであればね、買いも見ていけるかとは思いますけども、金に関しては今日の終値すごく気になりますね。割ってくるのかどうか、これ本当に注目をしていきたいと思います。はい、ということで、ドル円に関しては日足を見ていけば綺麗な上昇トレンドが見えてきます。今は流れが止まっていますから調整局面ということになりますけども、普通に見ていけばね、まあ、押し目買いから上昇していくんじゃないかなという目線にはなってくると思うんですよね。ただそこはね、時間軸を変えて見ていくと、週足あたりを見ていくと、これもう少し売りが入ってしまうとレンジ相場が見えてきてしまいますんでね、高値更新を見ていくのは難しい環境にもなってしまいます。そろそろ流れを止めてほしいなといった感じにはなるわけですけども、では短期の流れを見ていくと、こういった下落の流れが見えてくるんですよね。波を反転させないと、買いというのが見えてこないということになります。昨日のこの行ってこいなんかを見てるとね、すごく上値の重さを感じたりはするんですよね。こういった短期のサポート、本当に小さなサポートではありますけども、こういったサポートもしっかり割る形が続いています。日足でも安値更新という形になってるんですよね。今日もこういった小さなサポート終わってくるかもしれません。これ昨日の日足の安値になってきますからね。特に昨日なんかはそうでしたけども、買いの強さというのを感じないんですよね。今週の終値に注目していますんでね、まあ、そろそろ買いが入ってくれないと、なかなか週足を見ていくのは難しくなってしまうんですけども、どうなりますかね。まずは注目は昨日の日足の安値、こういったところでちゃんとサポートされるかどうか。割れてしまうようであればちょっと売りの方が出てくるかもしれませんね。ドル円は今日の終値、週足の形がどうなるかというのを意識してチャートの方は見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別の動画になりますので、概要欄の方にでき次第リンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。